ずっと歩いてた。うん。なんだ。一応お父さん。パートン高豪年って揚げパン屋さんに朝ごはんを食べに来ました。とかも買えるみたいな、読めない介護しかないね。中で食べてる。いろんな可愛い形にしてくれる。揚げパンなのかな。象とか恐竜。あ、すごい。どんな感じ？揚げパンだな。黒ごま効いてて甘い。でも美味しい。砂糖とまぶされてない揚げパンみたいな。美味しい、甘い。ね、そっちは生地だ。あんまりなんか味がない、うん、この厚さとかすごいよね。この技術はすごい、ね、ミシュランにも選ばれて、いろんな多分芸能人の方かな、テレビ出演の写真とかあります。今ワローロット市場の中にいるんですけど、なんだろう、灰なのかな、これ葉巻かなんか、多分横に葉巻っぽいのが売られてて、多分これはそういうことなんです。今日のおやつと、上から落ちてきたお花と、作ってくれた優雅です。次は非常に冷たいですよ。
わあ、投げる相手を考えた方がいいね。五番街の人気店です。結構もう地元の人で満席かな、ほぼ。日本語のメニューで分かりやすい。もう届きました。スモールサイズにしました。スプーンは入れ物に入ってる。これ豚バラで、ソースそんな辛くないの、ちょっと酸っぱい感じ。お米はこれ普通の米かな、もち米でもな。美味しい。まあフライドポークっていうか。味なしだよ、いいの。気を取り直して、もう一食。人気店の味なのに、ちょっと私たち合わないだけかな。いやー、ちょっとね。まあ、そういうことで、もう一食食べよう、特別に。これ絵なのか、写真かと思ってし。結構長めのお休みですね。そして意外と賑わっていました。意外とここ賑わってます。あ、うわー、寒いかー、寒いかー、冷たい。うわうちはいろんなワットがあるけど、その前でも全然ワット前だからかな。How much? No. Oh, thank you.
Thank you, thank you so much. Thank you. あかん、気をつけて。うん、あろうやあろうや。やばい。車に乗せてくれたご家族がこれまで買ってくれました。ありがとうございます。เดี๋ยวอีกสักครู่เราคันแปลไปตามกาลเวลาแต่ยังคงThank you.
Oh, tough.